アンズの動画は面白くなーい。面白くないぞー。私、動画が下手という自負がございまして、私が YouTube に上げた動画416回再生、109回再生、168回再生、これはまずいと私、編集はそこそこできるんですけれども、じゃあ何がダメかと言いますと、やっぱりタレント性かなって思いまして、私、アンズという名前で活動をさせてもらっているのですが、 YouTube に出させてもらって早2ヶ月、未だにまともな自己紹介もせずなので、ちょっとまず自己紹介をさせていただこうかなと思います。私、アンズと申しまして、一般社団法人らしくっていう佐賀県みやき町にあります福祉施設でYouTube をさせてもらっています。動画とかナレーションとかいろいろやりたいなと思っています。よろしくお願いします。で、本題ですよ。動画を面白くするにあたって、タレント性、魅力というものを磨いていきたいなと思うんですけれども、皆さんはらしくにレジェンドがいることをご存知でしょうか？そう、レジェンドがいるんです。その名も、ひちゃかちゃはやとー！イエーイ！この方がね、過去に上げている動画が、5000回再生、3000回再生、2000回再生と、もう私とはもう天と地の差で、もう先人の知恵を借りていくしかないと思いまして、この企画を立ち上げました。その名も、面白くなりたければ先人の知恵を借りまくれ、ひちゃかちゃレジェンド。このシリーズは当チャンネルのレジェンド、ハヤトの動画を視聴者の皆さんと一緒に振り返り、現 MC のアンズが再現してチャンネルを盛り上げようという番組である。というわけで始まりました、ひちゃかちゃレジェンド、通称ひちゃレゼでやっていこうと思います。ハヤトさんの動画見たことある方も見たことない方もいらっしゃると思うんですけれども、編集とかはあんまり凝ってないんですけれども、唯一無二の個性というかキャラクター性があって、マジでめっちゃ面白いので、そのハヤトさんの過去に出している動画を参考にして、私アンズが再現してこのチャンネルを盛り上げていこうという意図の企画でございます。それでは早速今回の動画行ってみましょう。今回の動画はこちら。本日の動画は、ハヤトタバスコを食す辛いこのシンプルなタイトルがまたいいこちら1773回再生、私の約5倍5倍どころじゃないな今回この動画を皆さんと見ていこうと思います。たった一つの先生メイクライン、みたいな大人、なんかも、さあ、ひちゃかちゃです。今日はお父さんが亡くなってちょっと待って、これいや、笑うところじゃない。これ多分元旦に上がってる動画だと思うんですけど、これちょっと動画選択ミスったかも。試会期はもう終わって、今年は若そうで言ってないんですけど、お父さん鳥年だったんですよね。で、鳥年だったから鳥の血が入ってるから試したいと思います。これ鳥の血です。タバスコなんですけど、まあね、最近なんかボカロでヴァンパイアとか、ちょっと血の気の多いものドラキュラとか、うん、ちょっとみんな楽しくやってみたいなんで、そういう感じでやってみたいと思います。生物のことをちゃんと考えて、今日は自分テンドラゴンって言って、まあジブリで知ってる人たちがいるかもしれないですけど、宮崎駿さんのテンドラゴン、うん、
ていう犬がいて、うちに犬飼ってて、犬飼う気はないんですけど、犬が好きなんですよね。犬を飼ってる、犬を飼ってる。そのお父さんが取り寄せたから、ちょっと、ね、そのゲーム、あるゲーム、ホラーラファンタジーで、ちょっと攻略を見つけたときに、このチリペッパー、チリペッパー、ホットチリペッパーって言うんですけど、タバスコ、ね、チリペッパーを飲むと、こういうのと、キャーキャーみたいな感じで、ちょっと待って、それ。それね。もう一回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 。ホットチリペッパーって言うんですけど、もうチリペッパーを飲むと、鳥が飲むと、パタ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 、キャーキャーみたいな感じで、なんか泣くんですよね。泣くんですよ。上に上がって、相手も取って、それが引っかかって、指に引っかかって、降りてくるっていうシーンがあるんですよ。それをしたいと思います。じゃあ、マスク外します。あ、ジブリのシーンの再現をする。じゃあ、やっていきます。じゃあ、まずタバスコを、まず普通のやつね。普通のやつ。で、これを、この、白チョコか、まあまあ、これ飲んでみます。これなんだろう。おぉ。これは、まあ、タバスコって言って、ほら、鷹の爪。鳥類の、鳥類の仲間だから鷹の爪、で、こっちは牛年だからミルク、全部説明してくれる牛の乳だからミルク優しい、優しい動画だ、これは。で、最近は自分なんかもう発色力とか多いから、なんかもう、どれ、食材はもう絵の具みたいなものなんですよね。言えば。で、最近のリアル動画っていうのを作りたくて、YouTuber のほら、YouTuber のちょっと、ある人が、動画を見て、その、もうちょっと試して、YouTube の奥行きを表明するために、こういう動画を撮ってますって方があると、らしくチャンネルで。素晴らしい。奥行き。奥行きか。なるほど。で、これをちょっとこのままいっちゃうと、危ないように見えるんですけど、うん、大丈夫です。で、これが、大丈夫なんだ、大丈夫。天ぷらになると、やっぱでっかいステーキ、アメリカンハンバーグとか、なってくると、やっぱ胃をやられちゃうんですよね。どうしても。うん。だから、やられちゃう。真似しないようにお願いします。真似しないようにお願いします。じゃあ、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。シャカちゃん、はやとでした。ホットチリペッパー、いつも一つ。チリペッパーはいつも来てます。もうワードセンスがいいなリアル動画、ホットチリペッパーはいつも一つ。いや面白い。で、実際食べるのは一瞬っていうね、その潔さが本当にいい。いや真似できない。真似するなって言われてますからね、動画の中で。タバスコ、直で行く人がいる。すごいわ。本当に度胸が、本当にすごいんですよね、この方は。もう何でもやるっていう。さあ、私も見習っていこうと思います。それでは、再現タイムは CM の後で。当時鳥年だったからタバスコ、鷹の爪
ってことでしたけど、別に今パス越しですけれど何も関係ないっていうそういうところだよな、そういうところの差だよな。でも今回普通にタバスコを食べる動画になります。まずはね、ちょっと美味しいジュースを味見していこうかな。ティータイムやんけ。美味しい、大好きこれ。そう、説明をしなきゃいけない。つぶつぶオレンジ、こちら果実みかんのジュースになります。好んでいるの、こちらコーヒー。こちら豆をひいたもの、コーヒー、黒いコーヒーブラックになります。はい、でこちら高野豆なんだ。タバスコのことを調べよう。タバスコ言ってみれば、あ、そうだね、唐辛子。いや、こういうところもちゃんと知識を深めないといけないっていうことですよ。そうか、まずは見解をね、深めていかないとね。うん、あ、おいしい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 。後から、皆さん真似しないでください。チリピッパーソースはいつも一つ。